丸クラスの新学期。僕の名前は鈴木イルマ、14歳、人間です。でも通っているのは悪魔学校バビルス。何をされているのですか、イルマ様。朝のぐるぐるグルーミング。おはよう。ごきげんよう。おはようございます。声が小さい。おはようございます。バビルスは僕以外は生徒も先生たちもみんな悪魔だ。僕が人間だとバレたらどうなるかわからない。おはようございます。おはよう。さあバキナバキナバキナ、名前はロノウェイロノ。だから僕は絶対対目立ってはいけないのだ。イルマくんだけど、イルマたちアブノーマルクラスの面々は遊園地ウォルターパークに突如として出現した巨大魔獣を激闘の末打ち倒し、魔界のヒーローとして一躍有名になった。特にイルマは大活躍。目立たないのはもう無理かもしれない。乗るな。イルマさん、もう顔が見たい。こっち見て、イルマさん。胸が苦しい。でもね、もみくちゃにされているからじゃないの。ときめいているからよ。あら、ジェントルマン。イルマ様、早く教室に。乗るな。クラスのみんなは大丈夫だったのかな。何を。おお、あ、イルマ君だ。カスモレイズ様よ。何って、期待に応えてたら楽しくなっちゃって。ファンサービスよ。朝からサインとか写真とかすごいでござるよ。次期魔王であるウルに憧れるのは当然のことだな。これがこっつの花園か。浮かれまくってるな。ってことはアブノーマルクラスが全員揃った。ウォルターパーク効果すごいな。ロイヤルワンも使ってるしな。でも今思えば僕たちにふさわしい教室だったのでは。だからさ、こんな僕たちに宿題倍増とか、やっぱりあの暗黒大帝は性格ひん曲がってるとしか思えない。本日より新学期である。週末日はいろいろあったが、休みボケも大概にして授業に備えるように。はいはい。新学期は収穫祭や音楽祭、とにかく行事が多く、その都度ランク昇級試験がある。はあ、うわっ、やっと降りられた。イルマ様、ランクを上げるチャンスがたくさんありそうですね。うん、頑張ろう。ランクアップアッププーが5が、お、それは通常の1年生の話だ。いいか、アブノーマルクラス、貴様らは特例だ。ヘッドホン。いえ、耳栓のようですが。ここ王の教室ロイヤルワンを使用するということは、それにふさわしい授業を受けるということだ。バビルス特別授業指令。アブノーマルクラスは全員2年生になるまでにダレスに昇級すること。ダレスは卒業のボーダーラインのランクである。それを1年生の間で取れという指令は、まさにアブノーマルというほかない。もし失敗した場合、即刻ロイヤルワンからの退去を命ずる。1年生で全員ダレス、これは偉業だぞ。って聞いてんのか貴様ら。いやだ、この教室の極楽を知ってしまっては。おの、ダレスなんて無理でござる。まあこれも授業の一環、不可能な課題は出さん。
貴様らをダレスに叩き上げるため、本校が貴様らそれぞれに。特別講師を用意した。フルフル軍曹はジャズとアロ君。よろしくね。フルフル困惑。ウェパル城はゴエモンとアガレス。いえ、ベイビーちゃん。ライム先生はイクスとワラク。おお、ラブリー先生。ビーム。ミスターハットはクロケルとカム。なあ、来た。フルフルって魔国大戦三大英雄の家系の？マジ？ちょ待ってください。サブノックとアスモデウスはシチロ、バラム教諭だ。よろしく。おお、腕が鳴るわ。となると残りは。いや、私は指導統括だから違う。露骨にホッとするな、あらたつ。じゃあ、僕らの指導教官は？ああ、いるだろ、そこに。ん？えへへへ。新人なのに指導とか照れるな。でも大丈夫、僕に任せてくれれば、ランク昇級間違いなしさ。師匠って呼んでいいよ。放課後。授業は以上、よく復習しておくように。特にそこの君たち、話聞いてるの？授業とか全然頭に入んないよ。今朝は本当突然だったしね。特別授業って何するんだろうね。いやいや、怖えよ、しごかれるよ。急に戦場とか連れてかれたらどうする。あ、いや、きっとそのうち説明が。授業終わったか。お迎え聞いたよ。出た。ここからは特別授業。どこ行くの。楽しいことしますよね。はい、失礼します。はあ、話は聞いていますが、それにしても突然ですね。いやー、どこへ。イルマチー、大丈夫？寂しくない？刺身欲しくない？大丈夫、みんなで頑張ろう。このアスモデウス・アリス、どこにいてもイルマ様への忠誠は変わりません。次に会う時はすっごく成長してるからね。クララ、アズくん。おい、シュサキ、終わったか。また明日ね、イルマチ。行ってまいります、イルマ様。どこへ。あとなのにっせ。まずはお話からね。大丈夫、俺にはランクを上げるとっておきのプランがあるからさ。大人の想像力は無限大。聞いてる。すみません、私はペパル、お二人の講師で。大丈夫でござるか。つか眠いんだけど。ごめんなさい。若者怖い、でも頑張らなくちゃ。できる、私はできる子よ。変わったお方でござるな。そんなんで授業できんの。できるもん。私は不器用で泣き虫だわ。でも、できることもあるよ。私のプランを聞いてくださるの。なんであなたがこのスタジオにいるんですか。なぜか、それは授業の時間だから。G カムイは着替えに帰っているから。 G？ジェントルのことだよ、エル。レディー・ケロリ、君がアクドルだということはGカムイには知らせておらん。お帰りください、私は忙しい。 M、 マネージャーマルは了承済みだ。この特訓はアクドルとしても君を成長させるぞ。
さあエルケロリ座りたまえ。それが私のプランを聞く姿勢だ。女が上がればランクも上がる。私が指導する以上ベイビーちゃんたちはとびっきりいい女悪魔になるわ。ただし女は情けを持たない。特訓はクールで超ハード。それでも百戦錬磨のいい女になるプラン聞きたいかしら。よろしくお願いします。もう立てないか。君たちの力量なら立てるはずだよ。今日はまだ1日目で元気なんだし、ノルマはきちんとこなさないとね。君たちの力を底上げするために講師たちはそれぞれのプランを持っているんだ。僕は、俺は、私は君たちはマリウス1年生の中で最もずる賢く負けない1年生、最も多剣能力に長けた1年生に、最も喧嘩の強い1年生に、最も優れた召喚したる1年生に、最も魅惑的でセクシーな1年生に、育てるためにここに来た。そう、そして僕の考えた君たちのランク昇級プランは、昇級プランは、気合です。さあご一緒に、ガーガー、もっと大きい声でガー。いいね。不安。なぜだろう、他のみんなの特訓を見ていないのに僕らすごく遅れてる気がする。うん、急ぐぞ、気合を入れてついてこい。ロビン先生ちょっと待ってください。週末日にイルマとデートしてとても楽しかった。イルマだってまんざらでもなかったのではないかと思う。思いたい。だから新学期になったらもっとイルマと積極的に交流しようと思っていたのだが、ウォルターパークでの活躍ですっかり人気者になってしまった。いやイルマが人気者になるのはいいのだ、いいのだが。すみません、アメリさん、収穫祭に向けての特訓をしなくてはならなくなったので、しばらくは朗読会に行けそうもありません。すみません。初恋メモリーにもあったな。もう行かなくちゃ。しばらく会えないんだね。大事な時なんだ。会えなくてもちゃんと道着は洗うんだよ。うん、遠くにいても心はすぐそばにあるよ。僕もさ。あれもいいシーンだった。あのポエムはよくわからないが、カケルの成長のためにしばしの別れを受け入れるリンか。収穫祭は大事な行事だ。頑張れよイルマ。急げ急げ。はい。なんでそんなに急いで。姉ちゃんが待ってるはずだし急がないと。姉ちゃん、やっぱり僕一人での指導はちょっと不安でね。助っ人に親戚の姉ちゃんを呼んだんだ。すごい人なんだよ。そりゃもう強くて頼りになる女性。よ、いつまで待たせんだてめえら。気合い足りてねえんじゃねえか。ちょ、このパチコちゃんを5分も待たせるとよ。へえ、気分ガタ落ちだぜ。言っておくがよ、あっちはサリバン様に頼まれたから来ただけで、師匠役まで了承したわけじゃないんだぜ。おじいちゃんに頼まれた？それってすげえ人ってことじゃ。正直もう帰りたい気分だぜ。そんな、待ってください、ロビン先生だけじゃ不安です。信用ねえなロビー。ロイヤルハンかっこいい。無理もねえっと。じゃあよ、あっちに指導してほしかったらよ、それ相応の扱いしてくんなきゃいいよ。あっちを師匠の気分にさせろ。おっせーローブ、チャキチャキ歩け、ほら右、左、
あら、何かしら。お祭り？ケンケン、ケンケン。それ何の動物？ウェアラブル一眼レフマカメラ。次は裏に穴。あとジュース買ってこい。スイーツもな。ヘム、これじゃねえよ。極はまだ釣っとる。もうペン買ってこい。あ、はい。たくよ。この壁可愛くねえな。よし、塗り直すぞ。しばかれた。とろいなお前ら。あの、師匠の気分になりました？いや、まだまだ。やっぱもっとこう可愛いもの見て気分上げねえとな。可愛いもの？お、ラワイルミナティ？あ、はい。リンディ？あ、はい。おいおい、意外と可愛いじゃねえのな、イルミナティちゃん。よし、これもつけろ。え、リンディちゃんもだ。もうそんなことまで。勘弁してください。暴れるんじゃねえよ。よく似合ってんじゃねえの。かわいい。この部屋にマッチしてきたぜ。サリバンに頼まれ、イルマとリードを特訓することになったバチコ。果たしてメイドの格好をさせることにどのような特訓効果があるのだろうか。続く。